皆さんこんにちは。このタイトルシリーズの更新は久しぶりとなります。それには訳があります。それは僕のパソコンは iMac 27インチ2014年モデルでプロレスローを扱うにはさすがにパワー不足で、煩雑に iMac のフリーズやプレミアプロでの書き出しエラーが発生したからです。 しかしこのような状況からやっと脱することができました iMac27 インチ2014年モデルでもなんとかプロレスローファイルを扱うことができるようになりました今日はその方法をシェアしたいと思いますそれでは始めましょう Hello everyone today I'm going to talk about how to edit ー on the old computer as I have I'm using iMac27 インチ late 2014 Let's get started! この画像は iMac2014 年モデルを使用して Ninja5 でプロレスロー撮影そして PremierePro で編集した 4KHDR 動画です。このクリップは撮影時間11分。 ファイルサイズはなんと 97GB のプロレスローファイルです。これをカットしたクリップです。ちなみにソニー α7S3 で同時記録したファイルサイズは 8.8GB で、その差はなんと11倍になります。いかにプロレスローは大容量のファイルとなるかがわかると思います。このように膨大なファイルをフリーパソコンで扱うのはさすがに大変です。えところで 自分の PC がプレミアプロの必要最小スペックを満たしているかどうかはプレミアプロユーザーガイドで調べることができますそれでは見てみましょう Windows はこちらです僕は Mac ですのでスクロールダウンします MacOS のところですねまずプロセッサー最小仕様は第6世代以降とありますが僕のは第4世代 世代フリーとということになります次に RAM ですが 4K メディア以上を使う場合には 32GB の推奨されています。僕は RAM は 16GB を搭載しています。最初仕様の 8GB はクリアしていますが少し少なめですね。次に GPU グラフィックボードですすがギガバイトを推奨しています僕は2イトを搭載していますのでこれもやはり不足していますね。というようにスペック的にはやはり劣っているのがわかります。トラブル発生時の iMac の環境は次のようになっていました。 外付け 2TB の SSD を iMac 本体にある4つの USB ポートの1つに接続していましたそしてさらに2個の外付けハードディスクを USB ポートに差し込んでいましたこの 2TB の SSD に p r o r e s ロー w の MOV ファイル α7S3 で同時記録した MP4 ファイルさらに アルファセブン r 4で撮影した写真のローファイルを転送していましたまたプレミアプロのプロジェクトの保存場所にしていました次にこの古い iMac でどのような異常が発生したかです3点ほどありますまず最初にプレミアプロのタイムラインに置いたクリップ映像がカクカクとした動作をするのはもちろんのこと停止するようになりました再生ボタンを押しても再生しません 2番目にプロジェクトパネルでプロキシを作成しようとすると途中で赤い文字でフレームの取得エラーというエラーメッセージが現れてフリーズしました3番目に iMac のフリーズですね iMac の画面が突然真っ黒になりましたこれにはもう驚きましたこのような異常が発生しました このような異常状態にどのように対処していたかについてですが3点ほどありますまず iMac を強制終了しましたそしまたそて再起動ですね2番目に iMac を再起動しただけでは外付け 2TBSSD は認識しませんでしたですのでこの SSD を取り外して再び取り付け直しましたこれで再び認識するようになりました。 3番目にプレミアプロを起動して作業のやり直しですねつまりカラーグレーディングを途中の編集を最初からやり直す場面になりましたこれにはが然としましたそこで懸命にその原因はどこにあるのか探しました結果次の2つのことが言えると思いますまず、 アイマックの USB ポートからの電流低下で、フリーズが発生していたことです。アイマックの USB ポート。三つに SSD とハードディスクを接続していたので、電流供給が追いつかなくなっていたのだと思います。二番目に、メモリ不足で、フリーズとエラーが発生したことが考えられます。三十二ギガバイト推奨のところ、十六ギガバイトのメモリで運用していましたから。 さて、いよいよ僕の解決策をお話します。次のようにしました。三点あります。まず第一に、電源型の USB ハブを導入し、iMac の USB ポートに接続しました。これまではセルフパワー型の USB ハブを使用していましたが、これには限界があります。ご覧いただいているのが電源型 USB ハブで、ポートごとにスイッチが付いています。 外付け 2TB の SSD をこの電源型 USB ハブに取り付け電源をオンにします現在このような状態にしていますこうすることによって iMac の USB ポートからの電流不足を補うことができるようになりました2番目にプレミアプロの設定を変更しました変更部分はプレミアプロの環境設定から メディアを選んで選ぶとこのような表が出てきますねそして一番下のここですハードウェアによる高速処理のデコードを有効にする再起動が必要と閉じるとありますここのここにチェックが多分あると思いますがこのチェックを外してくださいそして OK を押すという操作をしました 三番目にプレミアプロでの編集作業を工夫しました。具体的には三つあります。まず、クリップをプロジェクトパネルに読み込んだ後すぐに保存します。これは突然のエラー発生に備えるためです。僕のようなスペックの足りないパソコンを使うと、いつフリーズやエラーが起こるか心配ですので、 このようにします一旦保存できたらその都度安心しますので一歩一歩前に進むことができます2番目にプロジェクトパネルに読み込んだクリップのプロキシ作成を必ず最初に行いますこれはとても重要ですプロキシ作成した後で編集作業を始めますその時にプログラムパネルにある プロキシの切り替えボタンを切り替えて作業を進めるとスペックの足りないパソコンでもプロレ r a y 0を扱うことができますただカラコレするときにはこのボタンをオフにしてください理由はプロキシの画質が悪いためです言い換えるとプロキシ作成しないと編集作業はできないと言っても過言ではありません最初に紹介したサンプル動画のように 99GB を超えるモンスターファイルはプロジェクトパネルに一つずつ読み込みすぐにプロキシ作成を完了させ保存しましたそしてプレミアはプロを終了 iMac 終了そして再起動なんとも手間のかかる作業ですがじっと我慢しますしかし慣れるとこれも楽しいと思いますここで注意することがあります 複数のクリップを同時にプロキシ作成するとスペックの足りないパソコンではエラー発生することがあるのでクリッププのサイズにによっててままとめてプロキシ作成すすするるるかかあるいは1つだけにするかを判断します僕の感想では確実な方法はクリップ1つをプロキシ作成し完了したことを確認した後次のクリップのプロキシ作成を行うことです。 ここでも、逐次保存することを忘れないようにします。ちなみに、九十ギガバイトのファイルのポリキシー作成。完了するまでの時間は十九分でした。三番目に、早め早めにプレミアプロで保存・終了し、再起動することです。古いパソコンを使っていると、もうこの辺でフリーズエラーが発生するなぁ、と。 感覚的に分かると思いますので、その前にプレミアプロで保存終了し、再起動をしました。シいかがでしたでしょうか古いパソコンでも、工夫すればモンスターファイルを扱うことができます。この3点を試してみてください。お役に立てば、嬉しいです。それでは次回、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。I hope this will help you.Thank you for watching. See you next time. Bye.